ポニーエクスプレスの広告消し印1860年の西域配達員が付けた気象の複製ポニーエクスプレスは1860年4月3日から1861年10月まで運行されたミズーリ州セントジョゼフからカリフォルニア州サクラメントまでの郵便速達サービスであるその経路はグレートプレーンズから ロッキー山脈とシエラネバダ山脈を超えるものだった。最初の大陸横断電信が開通するまで、アメリカ合衆国西部にとって、最も有効な東西通信手段であり、南北戦争直前の時代に、カリフォルニア州をアメリカ合衆国北部と密接に結びつけておくために、重要だった。ポニーエクスプレスは1849年に、 設立されたよよレブンワースパイクスピークエクスプレス会社の郵便配達制度であり、この会社は1850年にセントラル・オーバーランド・カリフォルニアパイクスピークエクスプレス会社となった。ウィリアム・ H ラッセル、アレクサンダー・メジャーズ及びウィリアム・ B ワッデルが設立した。セント・ジョゼフにあるパティハウスが1860年から1861年まで、 ポニーエクスプレスの本社として機能した。そこは悪名高い武法者、ジェシー・ジェームズが、ロバート・フォードに撃たれて死んだ家から一ブロック離れた、位置にある。この最初の速達郵便である、ポニーエクスプレスは、アメリカ合衆国西部のプレーリー、平原、砂漠及び山岳部を越えて、駅で馬を乗り継ぐ機種によって運ばれた。運行された18ヶ月の間に、 大西洋と太平洋の間の配達時間を約10日間にまで縮めた。ミシシッピ川から東は電信が開通していたので、およそ半分の距離はそれにより、残り半分は馬に乗った、配達員が伝言を運んだ。アレクサンダーメジャーズ1858年にはすでに、 マイケルカーソンが4000人以上の人、3500両の荷車及び4万頭ほどの大牛を使って運送業を始めていた。政府と契約して軍需物資を西部のフロンティアに運ぶものだった。ウィリアム・ H ・ラッセルは同様に合衆国政府と契約して速達便を運ぶアイデアを持っていた。短い経路を使い伝統的な駅馬車ではなく馬に乗った。 配達人を使えば、ミズーリー州セントジョゼフからカリフォルニア州サクラメントまで10日間で即達便を運べるという提案だった。その所要日数については多くのものが不可能だと言っていた。正確には夜通し走ったというわけではなかったが、おそらくその所要時間に対しては値段が高く半オンスあたり5ドルとされていた。ポニーエクスプレスの設立者たちは、 政府から排他的な契約を得られると期待していたが、それは実現しなかった。ラッセルとメジャー、ワッデルは1860年の冬に、ちょうど2ヶ月間で、ポニーエクスプレスを組織しまとめ上げた。それは巨大な事業を請け負うものであり、機種120人、駅184箇所、馬400頭、それに数百人の人員がいるものだった。 アレクサンダー・メジャーズは信仰心厚いものであり、神の救いにより、あらゆる困難さに打ち勝てると決断した。彼は、すべての騎手に聖書を渡し、次のような誓いを要求した。私が、A メジャーズの従業員である限り、神を冒涜する言葉を使わず、酔っ払わず、掛け事をせず、動物を虐待せず、真摯の行為として恥ずべきことすべてを行わないことに、同意する。 またこれらの条項に違反したときは、働いた、分の給与なしに解雇されることを認めることにも、同意する。オース・スワーン・バイ・ポニー・エクスプレス・ライダーズ・ポニー・エクスプレスは統合された、大陸横断の仕組みであれば、年間を通して運営できることを訴えた。これが、電信に置き換えられて以降、アメリカ西部の伝承の一部になってきた。 技術的な革新ではなく個々の機種と馬の能力と体力に依存していたことは西部開拓時代の武骨な個人主義の一部でもあった。1866年から1890年までポニーエクスプレスのロゴは書き留め郵便と貨物の輸送を手掛けたウェルズ・ファーゴが使っていた。アメリカ合衆国郵便公社は国内郵便の登録商標としてポニーエクスプレスを使った。 ロシアを本拠とするフレートリンク宅配サービスはアメリカ合衆国郵便公社のものと類似したポニーエクスプレスの登録商標とロゴを採用した。セントジョゼフにあるポニーエクスプレスの旧社1860年時点で経路沿いに約10マイルごとに離れて157の駅が備えられた。この距離は一頭の馬が早かけで行くことのできる距離だった。 各駅では、騎手が新しい馬に乗り換え、もちらと呼ばれる優待のみを積み替えていた。従業員はこの優待の重要性を強調された。彼らはもしことある時は、馬や騎手よりも優待が大事だということが多かった。もちらは、蔵の上に投げ上げられ、騎手の体重で抑えられた。モチラの両隅には、キャンティなすなわちポケットがあった。手紙の束はこの、 キャンティナに入れられ、安全のために、軟禁状がかけられた。この、持ちらには20ポンドの郵便が入れられ、さらに20ポンドの荷物も運べた。この20ポンドの中には、水袋、聖書、駅長に乗り換え馬の準備を知らせる角笛、リボルバー拳銃1丁が入り、さらには、ライフル銃かもう1丁のリボルバーかが選ばれた。 最終的に、リボルバー拳銃一丁と水袋以外は取り去られ、馬の背負う荷重は165ポンドになった。騎手は、体重125ポンド以上は許されず、75ないし100マイルごとに、騎手が入れ替わり、日夜騎乗を続けた。緊急の場合、一人の騎手が2行ほど連続して乗ることがあり、早かけする馬に20時間以上も乗り続けることがあった。 騎手が、陶器に、シエラネバダ山脈を越えようとしたかは不明であるが、ネバダ州中部を通過したのは事実である。1860年までに、ネバダ州カーソンシティには、電信の中継所があった。騎手は給与として、週25ドルを受け取った。当時未熟連労働者の給与は、週1ドルが相場だった。ボニーエクスプレスの創設者の一人、 アレクサンダー・メジャーズはこの事業のために400頭以上の馬を確保した。これらの馬は平均して体高14.5ハンド、体重900ポンドであり、ポニーという名前は厳密には当てはまらないとしても適切なものだった。その経路は全長1900マイルあり、オレゴントレールとカリフォルニアトレールを通って、ワイオミング州のブリッジャー取に行き、そこから、 モルモントレールで、ユタ州ソルトレイクシティに至り、そこからほぼセントラルネバダルートを通って、カーソンシティに行き、シエラネバダ山脈を越えて、サクラメントに行き着くものだった。1860年に、ウィリアム・ヘンリー・ジャクソンが制作したイラストイリポニー、エクスプレスルートズスタート地点は、ミズーリ川沿いのセント・ジョゼフであり、現在のアメリカ国道36号線、いわゆる、 ポニーエクスプレスハイウェイを通り、カンザス州メアリーズビルに至る。そこから北西に転じて、リトルブルー川沿いを、ネブラスカ州のカーニートリデに至る。ネブラスカ州の中は、グレートプラット川道路をたどり、ゴーセンバーグを抜けて、コートハウスロック、ジムニーロックおよびスコッツブラフを過ぎ、コロラド州のジュールズバーグで、コロラド州の縁を横切り、その後に、 ワイオミング州ララミートリデに到着する。そこからは、スイートウォーター川に沿い、インデペンデンスロック、デビルズゲートおよびスプリットロックを過ぎて、キャスパートリデに至り、サウスパスを抜けてブリジャートリデに行き、そこから、ソルトレイクシティに降りていく。ソルトレイクシティから先は1859年に、公兵隊地理工学兵団のジェームズ・ H シンプソン、 大尉が切り開いたセントラルネバダルートを通っていく。このルートは、ネバダ州という他州を抜けるときほぼ現在のアメリカ国道5 5線をたどっている。その後グレートベースン、ユタネバダ砂漠、及びタホコ近くでシエラネバダ山脈を横切り、サクラメントに到着する。郵便は蒸気船に移されサクラメント側を下ってサンフランシスコまで届けられた。 蒸気船の瓶がないような時は、機種が馬に乗ったまま、オークランドまで郵便を持って行った。ポニーエクスプレスが使った長く労力のいる、経路上には、最終的に184の駅ができた。これらの駅はすでにある建物が使われることが多かった。いくつかは、軍隊の取り出に置かれ、またある駅は新しく建てられた。経路は、全体で5つの部分に分けられていた。 厳密なスケジュールを守るために地形に応じて5ないし20マイルごとに中継駅が置かれ、その総数は157だった。スイング駅では馬を乗り継ぎ、ホーム駅では機種が宿泊し、休息を与えられた。この仕組みで記録的な速さで大陸を横切る郵便が届けられた。機種は1日に約75マイルを起乗した。 ウェルズファーゴが印刷した25セント切手は、ネバダ州バージニアシティでキャンセルされた。1862年に、そこからサクラメントまで復活したポニーエクスプレスで使われた。最初の西行きポニーエクスプレスは1860年4月3日にセントジョゼフを出発し、10日後4月14日にサンフランシスコに到着した。配達された手紙は、 東のセントジョゼフからという表書きで送られ、直接アメリカ合衆国郵便制度の中に入ることはなかった。この最初の西行き便で配達された手紙が今日ただ一つ残っている。下に示す郵便は1855年にアメリカ合衆国郵便公社が発行し、前もって切手が貼られたものであり、5年後に使われたことになった。 ニューヨークとワシントン DC から、もちらを持ってきた、配達人は、デトロイトで乗り継ぎを間違え、ミズーリ州ハンニバルには2時間遅れで到着した。鉄道会社はこのために線路を開け、1両のみの客車を、つけた、ミズーリ号と呼ぶ、特別機関車を走らせ、州内206マイルの道のりを、記録破りの4時間51分で走った。平均時速は、 毎時40マイルだったオリーブ通りと8番通りの角に到着したが、そこはポニーエクスプレスの新本社がある12番通りとペンシルベニア通り各及び会社に近い馬屋があるペンシルベニア通りから数ブロックしか離れていなかった。最初の優待には49通の手紙、5通の電報、及びサンフランシスコや中間点に当てた文書いくつかが入っていた。 セントジョゼフ市長 M ジェフ・トンプソン、ウィリアム・エイチ・ラッセル、及びアレクサンダー・メジャーズがスピーチを行った後に、もちらが手渡された。馬による配達は午後7時15分に始まった。地元新聞、セントジョゼフ・ガゼットがその優待に入れられた、唯一の新聞となった。最初の機種が誰だったかは長い間議論されてきた。セントジョゼフの、ウィークリーウエストは、 ジョンソン・ウィリアム・リチャードソンだったと報じていた。いくつかの資料では、ジョニー・フライだったとされている。いずれにしても最初の西行き機種は優待を抱え、ミズーリー川の渡し船で、カンザス州エルウッドに渡った。最初に馬に乗った距離は、ポニーエクスプレスの馬屋と鉄道がある地域から、ジュールズ通りの先にある、ミズーリー川渡しまで、わずか半マイルに過ぎなかった。 ここで馬と騎手が川を渡ったと報告されている。その後の西行きでは、騎手が馬なしで川を渡り、対岸の馬屋で馬に乗ることになった。最初の西行き便の持ちらは、目的地サンフランシスコに1860年4月14日午前1時に到着した。最初の東行きポニーエクスプレスは1860年4月3日に、 カリフォルニア州サンフランシスコを出発し、10日ほど後に、目的地ミズーリ州セントジョゼフに到着した。セントジョゼフからは、アメリカ合衆国郵便の仕組みに乗せて、東部の宛先地に配達された。この最初の東行き便で配達された手紙が2つだけ、残っている。1860年の切手大円を組み合わせた化身。風書の見られる多くのタイプの一つ。 ポニーエクスプレスの郵便配達は1860年と1861年の短期間存在しただけなので今日残っている配達された郵便は数少ない。残っている郵便が稀であることのもう一つの原因はその当初の料金であり半音数あたり5ドルもしていたことだった。当時としては法外に高く一般大衆ではとても払えないものだった。 ポニーエクスプレスの末期、料金は半音数あたり1ドルにまで減額された。たとえ1ドルであったとしてもたった一通の手紙を出すためには高額だと考えられていた。この郵便配達サービスはフロンティアでの事業だったので、広報に当たる東部の一般大衆は対象から除外され、法外な料金となった。その結果、今日のコレクターや博物館に残っている。 ポニーエクスプレスの郵便が数少ないものとなった。現在ポニーエクスプレスの郵便と識別されているものはわずか250通である。現在残っているポニーエクスプレスの郵便に押されたケシーインポニーエクスプレス最大の投資家の一人であり上級経営者のウィリアム・ラッセルは1860年アメリカ合衆国大統領選挙を ポニーエクスプレスの宣伝のために利用し、郵便をいかに早く運べるかを訴えた。このために、その全経路上に生きのいい機種と馬を確保し、選挙前にはさらに機種を雇い、生きのいい馬を使えるようにした。1860年11月7日、選挙結果を携えたポニーエクスプレスの機種が、東側電信線の西端である、ネブラスカ準州のカーニートリデを出発した。 騎手たちは雪に覆われた経路を進んで、西側電信線の東端である、ネバダ順州チャーチルトリデに入った。カリフォルニア州の新聞は、リンカーン当線の知らせを、東海岸の新聞に送れることなのか17時間後で、受け取った。当時としては誰も真似できない功績だった。盗まれたポニーエクスプレスの郵便。表書きに、1860年に、 インディアンに盗まれた郵便を回収と書かれている。1862年5月3日の化身は最終的にニューヨークに配達された日付である。表には1857年に発行されたワシントンの10センと合衆国郵便切手が貼られている。パイユート戦争はネバダ州でパイユート族インディアンが起こした一連の襲撃と不意打ちであり、 ポニーエクスプレスの郵便サービスにも障害となった。この戦争は1860年5月から6月まで続いたが散発的な暴力行為はその後も続いた。ポニーエクスプレスの短い歴史の中で一回だけ郵便が届かないことがあった。サクラメントとセントジョゼフからの配達が8週間待下、なく過ぎた後、5月に パイユート戦争が起こったために配達を中止せざるを得なくなった。この年、ネバダ州の6000人のパイユート族が激しい吹雪が吹き荒れた冬を越す必要があった。春までに部族全体が戦争を始める用意ができていたが、州長の沼賀だけが例外だった。沼賀は3日間断食して和平を解き続けた。しかし5月7日に数名のインディアンが ウィリアムズ・ポニー・エクスプレスの駅を襲い、5人の男を殺した。その後の数週間で、いくつかの事件が起こり、パイユートの土地にいた白人が待ち伏せされ、殺された。ポニー・エクスプレスは特別の標的だった。他にも7つの駅が攻撃され、16人の従業員が殺され、約150頭の馬が盗まれるか追い散らされた。このパイユート戦争で、 ポニーエクスプレスの人命が失われただけでなく、家畜と駅の装備で約7万5千ドルの被害が出た。この年の6月、パイユート族の放棄は、アメリカ軍の仲裁で終わりを迎え、その後は、東部からの配達便で遅れていた4回分が6月25日に、サンフランシスコに届けられた。この短期間の戦争中、7月21日に、 サンフランシスコを出発したポニーエクスプレスの配達便が直接目的地に到着しなかった。その幽体はそれからほぼ2年後にセントジョゼフに到着しニューヨークに改装された。1860年の当時、ポニーエクスプレスの騎士は難しい仕事であり、タフで軽量でなければならなかった。求む、若く、痩せこけて、針金のような男。 18歳以上は不可。馬の気丈に優れ毎日死を落とした危険に立ち向かわなければならない。小児優遇というように読める有名な求人広告が残っている。ポニーエクスプレスはいつでも使える機種を80人は抱えていたと推計されている。さらに駅定員、休務員、及び経路管理員などで約400人の従業員も雇っていた。多くの若者が応募してきており、 すべてが危険に直面し、時として配達路にある難題に挑戦することに、熱心だった。アメリカの著名な作家マーク・トウェインは、ポニーエクスプレスを真っ先に見て、騎手のことを、大抵は小柄な男と表現していた。騎手は小柄で軽量で、害して10代の少年だったが、国のために大いに必要とされ危険を伴ったその、 活動についてアメリカ合衆国西部の英雄だったという明らかな記録が残されている。セントジョゼフ博物館の会員が様々な資料から機種のリストを作成しており、その中には機種を知っていた人、機種の親戚及び新聞の証言が含まれている。リストのいくらかはカテゴリー、ポニーエクスプレスライダーズで見ることができる。ビリー、リチャードソン、ジョニー・フライ。 チャールズ・クリフ、ガス・クリフ・セント・ジョゼフを出発した最初の西行き機種が誰だったかについては議論があるが最近の歴史家たちはジョニー・フライかビリー・リチャードソンのどちらかだったということで落ち着いてきている。二人ともセント・ジョゼフでイイ、e. ルイスが担当したセント・ジョゼフからカンザス州セネカまでの区間距離にして80マイルのために雇用された。 彼らは乗り継ぎを含めて平均時速20.5マイルで走り続けた。優待が最初の機種に届けられる前に儀式といくつかのスピーチのための時間が取られた。まずセントジョゼフ市長 M ジェフ・トンプソンがセントジョゼフにとってのこの行事の重要性について短いスピーチを行った。続いてウィリアム・ H ・ラッセルとアレクサンダー・メジャーズが ポニーエクスプレスがいかに大陸横断鉄道建設のための先駆けになるかについて観客に向かって演説した。すべてのスピーチが終わった午後7時15分頃にラッセルが最初の機種に優待を手渡した。祝報が放たれ大勢の監修が喝采を送り、機種は私船の待つジュールズ通りの外れにある乗船場に向かって駆け出した。そこでは アイズの大砲で知らされ、ミズリ川を越えて、カンザス巡州エルーウッドに渡す船が、馬と騎手を待っていた。4月9日午後6時45分、東部からの最初の騎手が、ユタ巡州ソルトレイクシティに到着した。さらに4月12日午後2時半に、ネバダ巡州カーソンシティに到着した。シエラネバダ山脈を越えた騎手が、カリフォルニア州プラサービルを通過して、 サクラメントに到着し、1860年4月14日になる真夜中過ぎに最初の優待はサンフランシスコに配達された。ジェームズ・ランドールがサンフランシスコのアルタ電報局から最初の東行き機種になったとされている。彼はサクラメントに向かう蒸気船アンテロープに乗船していた。ポニーエクスプレスのための郵便は午後4時に サンフランシスコを出発し馬と機種が水際まで運んでサクラメント行きの蒸気船に乗せそこでポニーエクスプレスの機種に引き継がれた午前2時45分ウィリアム・ハミルトンがサクラメントから出発した最初の機種になったハミルトンはスポーツマンホール駅まで進みそこで郵便の詰まったもちらをウォーレン・アップソンに渡した この地にあるカリフォルニア州登録歴史史跡の名版には次のように書かれている。ここはスポーツマンホール、別名12マイルハウスのあった場所である。このホテルは1850年代後半と1860年代にジョン・ブレアとジェームズ・ブレアが運営していた。駅馬車やコムストックの義車体の中継店として陸路を行くポニーエクスプレスの中継駅にもなった。 1860年4月4日午前7時40分、プラサービルから馬でやってきた、ポニーの騎手ウィリアム・ハミルトンが優待を、ウォーレン・アップソンに手渡し、アップソンは2分後に東に向かって出発した。プラーク・アット・スポーツマンホールウィリアム・コディ、通称バッファロー・ビルポニー・エクスプレスの騎手の中でも、ウィリアム・コディ、通称バッファロー・ビルはその伝説と、民間伝承に、 典型的なものとなっている。ポニーエクスプレスの騎手としての若き日のコディの冒険については多くの話が伝えられている。当時15歳のコディはカリフォルニア州に向かっている時にポニーエクスプレスの代理人と出会い、その会社と契約した。コディは道中の駅の建設に貢献した。それゆえに騎手として雇われ、 ジュールズバーグの町から短い45マイルの配達を任された。その数ヶ月後ワイオミングのスレードの地区に転籍され、レッドビュート駅からロッキーリッジ駅までの最長無停止区間の帰乗を行い、その引き継ぎのための機種が殺されていたのを発見した時に元の駅に戻った。全工程の中でも最も危険な区間の一つだった。その区間は322マイルもあり、 21時間40分で切り通した。この騎乗を行うために21頭の馬を乗り継いだ。コディは、西部開拓史初期のあらゆる重要な場面、例えば、ゴールドラッシュ、鉄道の建設、グレートプレーンズの牛追いなどで登場しており、開発のほとんどすべての段階で重要な役割を担った。南北戦争の間の石膏としての経歴によって、 バッファロービルというあだ名を獲得し、典型的なフロンティアの男として、有名を轟かせた。ポニー・ボブ・ハスラム、後年の肖像、ロバート・ハスラムは、ポニー・エクスプレスの機種の中でも、最も勇敢で、才覚があり、よく知られた機種だった。1840年に、イングランドのロンドンで生まれ、10代で、アメリカ合衆国に渡ってきた。ボリバー・ロバーツにれ、 駅作りに貢献し、他ホこの駅から75マイル東にある、チャーチルトリレに近いバックランド駅までの配達を任された。負傷しながらも120マイルの道のりを8時間20分で、帰乗したのは、ポニーエクスプレスの作った記録の中でも最速のものだった。その運んだ郵便は、リンカーンの就任演説だった。ポニーボブハッスラムの帰乗は、 1860年にインディアンの問題が起こったことの結果だった。東行きの郵便をフライデーの駅で受け取った。バックランドの駅では引き継ぎの機種がインディアンの脅威に怯えており受け取りを拒否した。ハスラムは休憩なしにスミスクリークまで190マイルの距離を運ぶことに同意した。郵便を届けた後9時間休憩し、来た道を西行きの郵便を運んだ。 コールドスプリングスではインディアンがそこを襲って液艇を殺し家畜すべてを追い散らした後を発見した。最終的にバックランド駅まで戻り往復380マイルを走り通して最長記録となった。その途中でハスラムはインディアンのヤガー後に当たり歯を3本失った。ポニーボブは南北戦争後もウェルズファーゴに雇われて 騎手を務め続け、その50代までアメリカ陸軍の石膏を務め、1890年12月のシッティングブル州庁の幸福交渉では、その外交施設として友人になっていたバッファロービルを伴ったこともあった。ハスラムは漂白を続け人の口にも昇らなくなっていたが、卒中を患った後貧窮の中で1912年の冬にシカゴで死んだ。 バッファロービルは、シカゴの最南端にある、マウントグリーウッド墓地にその親友の墓石を建てた。ジャック・キートリージャック・キートリーは19歳の時に、エイ・イルイスにその地区のために雇われ、メアリーズビルから、ビッグサンディまでの起場を任された。ポニーエクスプレスが存在した全機関機種を務めた、ものの一人である。キートリーの最長の起場は、 他の機種の代わりを務めて往復を走ったものだったが、最後にセネカに到着した時は蔵の上で眠っていた。食事のために停止することもせずに340マイルを31時間で走った。ポニーエクスプレスが解体された後、キートリーはソルトレークシティに行って工業に携わった。1907年にキートリーは次のような手紙を書いていた。 アレックス・カーライルが、セント城を出発したポニーエクスプレスの最初の機種だった。彼は、パイクスピークエキスプレスと呼ばれたデンバーに向かう、駅馬車の監督者のおいだった。その監督者の名前は、ベン・フィックランドといった。カーライルは、肺病患者であり、肝難に立ち向かえなかったので、約2ヶ月間試した後に退職し、それから約6ヶ月後には死んだ。 ジョンフライが2番目の機種であり、私が3番目、ガス・クリフが4番目だった。私は馬を変えるだけで停止なしに、最長の距離を走った。300マイルはあったと言われ、それを24時間を数分切る時間で走った。私はその距離が正しいとは断言しない。それは、地区監督者のエイ・ルイスから告げられたものであり、ルイスがその地区を旅する時に使った馬車の前輪に、 つけられた、イギリスの距離計で測ったものだった。その距離は、セント城から、カーニートリデまでの距離だった。ジャック・ケトリー・フランク・イー・ウェブナー、ポニーエクスプレスの機種、1861年頃、ポニーエクスプレスが郵便を運ぶために水系で400頭の馬が使われた。その馬は速さと耐久力で選ばれた。ポニーエクスプレスの経路では、アメリカ兵隊から、 馬が選ばれることが多かった。西端のカリフォルニア州では、WW フィンニーが、カリフォルニア馬と呼ばれる銅の短い馬100頭を購入し、AB ミラーは、グレートソルト湖、バレー周辺で200頭の土地の馬を購入した。馬は、駅と駅の間、平均的に15マイルを迅速にかけてから、急速させられ、息のいい馬が疲れて到着したばかりの馬と、取り替えられた。 ポニーエクスプレスの機種は80なし100マイルかける間に、8なし10頭の馬を取り替えた。馬は速歩、駆け足あるいは早駆けで、時速10ないし15マイルで走り、時には、時速25マイルの全速でかけることもあった。ポニーエクスプレスの馬は、ミズーリ州、アイオワ州、カリフォルニア州を呼び、西部の巡州いくつかで購入された。ポニーエクスプレスの機種は、 様々な種の馬を使った。例えば、モーガンやサラブレッドであり、これらは、経路の東端で使われることが多かった。中間部ではピントが使われることが多く、西端の岩場ではマスタン部がよく使われた。もちろん、ウィリアム・ヘンリー・ジャクソンが描いた、駅地図に載っている、イラストポニーエクスプレスが、セント・ジョゼフに来る、以前の1844年。 イズラエル・ランディスがそこで小さな蔵とバグの店を開いた。その店は街が発展するにつれて拡大し、ポニーエクスプレスが街に来た時には、その新しく設立された会社のためにサドルを生産する理想的な候補者になっていた。ポニーエクスプレスの機種は駅間の10マイル以上の距離を急速にかけるので、馬が担う荷重を減らすためにあらゆる考慮が払われた。 そのために特別に軽量の蔵が考案され、製作された。比較を少なくし、金属や木製の部品を減らして、当時西部で一般に使われていた蔵のデザインに近いものになった。優体はサドルとは別の部品であり、この点でポニーエクスプレスは特徴があった。馬につける標準的な優体は、その大きさと、 形ゆえに、また一つの蔵から別の蔵に付け替えるために時間を要して乗り換え時に不必要な遅れを生じさせたので採用されなかった。多くの中継所があったので一つの駅での遅れは積もり積もって大きなものになるはずだった。この難しさを克服するために、もちらすなわち比較で覆われた袋が蔵の上に投げ上げられた。もちんには、 蔵の本部と後部暗骨にかけられるようにその大きさに合わせて穴が開けられた。こちらには広い革のスカート部が付けられ、4つのキャンティーナすなわち箱型の硬い革部品が付き、そこに郵便が収められて運ばれた。ポニーエクスプレスはアメリカ合衆国の中央部と北部の郵便ルートが使えることを証明したが、 その会社はこの経路で郵便を配達する契約を得られなかった。その契約は南部の連邦議員に覚えが良いバーターフィールド、オーバーランドメール駅馬車ラインを引き継いだ。ジェレミー・デハットに1861年3月に与えられた。ホラデーがその駅馬車のためにポニーエクスプレスの駅を引き継いだ。その契約が与えられた直後に南北戦争が始まり、 駅馬車の運行も止められた。1861年3月から、ポニーエクスプレスは、ソルトレイクシティとサクラメントの間のみで運行された。最初の大陸横断電信線が、ソルトレイクシティにまで達し、オマハとサクラメントの間を繋いだ日から2日後の1861年10月26日、ポニーエクスプレスは、その運行の閉鎖を発表した。他の電信線が、 経路上の地点を結び、東海岸と西海岸の他の都市を結んだ。ポニーエクスプレスは9万ドルを売り上げたが、20万ドルの損失を出した。南北戦争が終わった後の1866年、ホラデーは、ポニーエクスプレスの資産とバーターフィールド駅場車の名残を150万ドルで、ウェルズファーゴに売却した。 ポニーエクスプレスを描いた切手から1869年発行ポニーエクスプレス100周年、記念切手から1960年発行1869年、アメリカ合衆国郵便公社は初めて実際の歴史上の出来事を描いた切手を発行し、その主題にポニーエクスプレスが選ばれた。この時までの切手には、ジョージ・ワシントン、ベンジャミン・フランクリン、 トーマス・ジェファーソン及びアンドリュー・ジャクソンの顔が使われているだけだった。ポニーエクスプレスが実際にこの切手を使ったと誤解されることもあるが、この切手はその運行を止めてから8年後の1869年に発行されたものであり、長く時には危険な騎乗を行った者たちの栄誉を称え、国のために尽くされたサービスを記念するものだった。 全国ポニーエクスプレス協会はヒエリボランティアの歴史組織である。その目的は、昔のポニーエクスプレスの経路を保存し、アメリカ合衆国国立公園局、ポニーエクスプレストレール協会及びオレゴンカリフォルニアトレール協会との連携により、アメリカ市におけるポニーエクスプレスの記憶と重要性を残すことである。2010年4月1日は、 ポニーエクスプレスの150周年だった。ミズーリ州セントジョゼフには、ポニーエクスプレスの本社だった、パティハウス博物館があり、この記念日を祝う行事を主催した。セントジョゼフ発の手紙、セントジョゼフポニーエクスプレスの消し印と、目的地のサンフランシスコ市の消し印付き。封筒には1855年発行の10セントワシントンギッテが貼られている。 ポニーエクスプレスの歴史に関することは、記録、文書、手紙と郵便が、歴史的に有効な証拠となるいくつかの具体的な、分野に基礎を置いている。短命に終わったポニーエクスプレスについて知られている、ことの大半は1950年代までいくつかの、証言、伝文及び民間伝承の産物であり、その全体的な書層については概して真実だったが、設立者、 様々な機種や駅庭周辺の歴史を探索する者たち、あるいはポニーエクスプレスの経路自体に沿ってあった駅や、砦に興味がある者たちにとって、多くの分野で実証性に欠けていた。ポニーエクスプレスに関する完成度の高い著作は、レーモンド・セトルとメアリー・セトル及びロイ・ブロスの表した、ポニーエクスプレスの話と、蔵と白車である。セトルの証言は、 ポニーエクスプレスの創設者の一人、ウィリアム・ B ・ワッデルの文章を使った最初の著者であり歴史研究者だったので特徴がある。現在その文書はカリフォルニア州サンマリノのハンティントン図書館に収められている。セトルは1950年代にこれを書いた。ブロスはポニーエクスプレス100周年の時の著者だった。セトルの作品が外して注釈や 中期なしに出版されたのに対し、著者の経歴は特徴あり、セトルは優れた辞書伝も残した。セトルがその研究を出版する準備を行った時、実際にはかなりの量の客中、引用を準備していたが、編集者がそのほとんどすべてを使わないことにした。その代わりに印刷と出版に費用のかからない方法を選択し、正確だが、 単純化された証言を世に出した。しかし、セトルが書いた証言は、当時も今も、決定的なものであり、多くの歴史家の作品と比べても、ポニーエクスプレスの歴史に関するものとして、最良のものと考えられている。ポニーエクスプレスの彫像、ミズーリ州セントジョゼフ・ウェルズ・ファーゴは、その警備と装甲車サービスにポニーエクスプレスのロゴを、使っていた。 このロゴは1990年代に他の会社が警備保障事業を引き継いだ時まで使われていた。2001年時点でその会社が売却されたためにもはやそのロゴは使われていない。2006年6月、アメリカ合衆国郵便公社はエアメールにポニーエクスプレスの登録商標を使うと発表した。ポニーエクスプレスはロシアを本拠とする国際的宅配サービス。 会社フレートリンクはアメリカ合衆国郵便公社のものと類似したポニーエクスプレスの登録商標とロゴを採用した。それには絵の下に1860年設立の文字がある。ポニーエクスプレスが使った経路は国立歴史の道に登録されている。経路沿いに約120カ所の歴史史跡が公開されており、 その中には50カ所の駅あるいはその廃墟がある。ポニーエクスプレスが記憶され、人気を保ち続けていることは、バッファロービルコディと、その自助伝、及び彼が興行した、ワイルドウェスト賞によるところが大きい。ポニーエクスプレスのみに捧げられた著作は1900年になって、初めて出版された。しかし、コディは1879年に出版した。 最初の自助伝で、ポニーエクスプレスの機種だったと主張している。この主張が最近論争になっているが、ワイルドウェストショーの一幕として演じられた時に、ポニー伝説の主要な守り手となった。ありがとうございます。